今自分があるのも全部今まで出会ってきた人たち、ありがとうじゃ足りないけどありがとうしか言えない、こういう機会を通して今直接お会いできなくて見てもらえる人がいるんだったらありがとうを伝えたい。先日の個展に関しては、その前に3ヶ月間ニューヨークに行って帰ってきた後の3回目の個展で自分で学びに行くって言って、それで3回目が2回目と大して変わってなかったら、自分も悔しいし、見に来てくれてる方々にも失礼だし、気持ちの入れ方が全然違ったんですね。で今回フラワーアーティストの方とコラボして見たりとかしたんですけど、みぎわさんとの出会いは、2回目の個展の時に私の親友がサプライズでお花を出してくださって、当日持ってきてそこでお会いしたのが出会いなんですね。でお話ししたらすごい、わ、この人とは絶対仲良くなれるっていう直感があったんですね。そして2017年に入ってから急激にこの1年間で仲良くなって、じゃあせっかくだったらなんか一緒にやりましょうよっていう話になって、今回一緒に作品を、周りの人会ってここまで来たっていうのをしきりに話してたんですね。でそれをじゃあ一緒にやるのであれば、どれだけこう周りの人たちに助けられてきて、その始めた時から今まで成長してきたかっていうのを、客観的な第三者だからこそ作れるものがあるんじゃないかなと思って、そこをメインで表現する作品にしたらどうっていう話をしたんですね。そしたらはるかちゃんもなんかその自分のありがとうの気持ちとか表現そのしたかったけど、なかなかその絵の中には収めづらかったりっていうのがあるので、それやりたいっていうことになって、そうだからあれを見ながら力をもらってアートワークにその昇華してっていうのが、周りの人たちに対しての優しさとか、なんかこう誠実な気持ちっていうのがすごい出てるなって思いましたね。誰かと何かを作るっていうのはやっぱり新たな発見もありますし、そういった面白いことっていうのはどんどんやっぱりやっていきたいですね。やっぱ大変なこと大変なんですけど、そういう時って自分の知らない自分を知れるし、自分の知らない力が発揮できたりとか、一番学べて成長できる時間だと思うんですね。なので毎回個展前とかってすっごい追い詰めて、限られた時間の中 でやっぱり失敗したりするんですけど、そういう時に考えて、うわどうしたらいいんだってなった時にひらめいて、失敗を乗り切った時に一つ成長なわけじゃないですか。なので私は失敗とか大変な思いは早くした方がいいと思うんです。早いうちにしたら早く成長できるので、なのでなんかそういう大変だったりそういうことはあんまり恐れないんですね。結構な数を作ってはいるんですけど、過去なんですよ私にとって。もう個展の作品に関しても個展が始まってしまえばもう過去なんですよ。私は今なわけで、昔のもので大事なものとかは実家の自分の部屋が今もう倉庫みたいになってるので、そういうところに あって、私が10年20年30年とか、まあ、このまま順調にアートを続けていたら、これが何年の作品、何年の作品とかやりたいんですね。それこそ歴史じゃないけど、なんかそういうのができたら面白いなっていうのはあります。